居眠りにご用心。食後のデザートはやっぱりアイスに限るな。今ならきっと甘い甘い夢が見られるぞ。ぐっすり眠れ、スリー。やった大成功。よし、夢の中を覗いてみよっと。うわ、全部僕のものだ。甘い夢組が食べられそうだぞ、スリいけない。あざー。
戦成功。とりあえず逃げよう。夢組はどうするの？また戻ってくればいい。ちょっと僕も行くよ。待て、アザー。アザミ、プリンセスを起こすのが先ちゃちゃよ。プリンセス、ちゃう。見つけました。プリンセスを目覚めさせる方法を。これまで夢組をいっぱい食べて強くなったスリーピンの魔法を解くためには、少なくとも5人のティニピンが同時に何々をしなきゃならない。何々って？ここだけ消えていて読めませんバロ。まったく、もうどうしてここだけ読めないのよ。もしかしてロイヤルピンが同時に魔法の本を声に出して読むでは、バド。そうかな。よし、とりあえずやってみようっちゅ。さらに魔法とは原則的な特徴を持っており、重要な属性を。ハザピン、みんなで読まなければなりませんバロ。もう10ページも読んだじゃないか。眠いよ、アザ。ティニハートウィングを狙ったのに、なんで本なんかが引っかかって。本なんかって言いましたかバロ。釣り竿をあげるよワール。さあみんな、この方法しかないのよ。1、2、3。ごめんねプリンセス、起こすためにはこれしかないみたい。あざ。本当にこれしかないの？もし起きたらどう説明するっちゅ？プリンセスは理解してくれるはずだ。よし、1、夢組を食べてみようかな、スリー。どんな夢を見ているのかな、スリー。スリー、お前、タラピン、ここにいたのか。スリーピン、慌てないで、のんびりしてたら。全部めんどくさくなっちゃった。ちょっと寝ることにしよう、スリー。うわ、あれ？プリンセス！なに？スリーピンがタラピンの隣で眠っているっちゅ。スリーピンがいとこのタラピンの魔法にかかるなんて、とにかく今がキャッチのチャンスよ。ピリピリキャッチリン、キューブの中に戻りなさい。やむやむ。
リーピン捕まえた。ああ、僕が眠ちゃうなんて。みんなで起こしてくれて本当にありがとう。ところで何か匂いがしない？何の匂い？みんなこのまま起きないかと心配したわよ。そうね、これからは気をつけるわ。ところでどうして顔が痛いのかしら。目も耳もヒリヒリする、鼻もちょっと赤くない？大丈夫、今日は一段と綺麗発注。その通りです。え、本当に？ぐっすり寝て肌もツルツルだわ。そうかな。じゃあ今日もぐっすり寝ないと。ふぅ、ララッ。